ってやるんだ。そうです。はい、どうぞ。はい、こんばんは、庭下明君の天空のツボに始まりまーす。はい、今回のゲスト、塚田技研の塚田さんです。自己紹介お願いします。塚田技研の塚田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、それと前回に引き続き、太田添の太田さんです。お願いします、はい、どうも、大五郎の父です。つなげ、そういうことだったの、そういうことだったんだね、それ。ひとぴっちゃん、大五郎。いや、今回太田さん、塚田さんを呼んでくれた理由っていうか、塚田さん、なんで塚田さんだったんですか、今回。塚田さんはね、出ちゃったから。まあ、そうなんだけどね。僕が天空誘ったからね。あ、そうっすよね。だって第1回目の時、僕紹介されてますもんね。そうですね。いや、嬉しいですね。出てと、てと、責任を押し付けたから、今回も来いと。いや嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。塚田さん、今回どうですか、このちょっと庭のまず説明からいきますか。はいはい、じゃじゃん、じゃじゃん、新建材と庭園。はい、俺いるのかやりたい。もう今ので何喋ろうかぶっ飛んじゃったんですけど、とりあえず、まあ、新建材と庭園っていうテーマだったんですけどね、樹木は樹木、植木屋さん、で新建材、まあ、いわゆるこういう建材は、あの外交屋さんだったり、うちみたいな建材屋さんがやるっていう、なんかこう分かれちゃってる部分を一緒にしようとしたんですけど、うまくできなかったんですね。だから面白くないですか。そう、そうですよね。そう、ちょっとね、これ面白みもないし。いやいや、そんなことないですよ。なんだろう、こう失敗作は失敗作なんですけど、まあ、次につながればいいかなっていう形で、この逆さまのプランターだったりとか、まあ、面白いものを取り入れようとかっていうテーマで、まあ、作ったんですけど。これってもともと逆さま用のプランターなの？これね、逆さま用の。あ、そうなんですか。そう、これはしかも室内でよく天井から吊るして、ちょっとこじゃれた家なんかは、なんかこれもう取り入れてるところ。これ面白いですよね。そう、これ面白いんですけど、枯れるの早くないですか。もう早いですよね。これはやるまでわからなかった。僕もは逆さ埋めしてたんですけど、あの時。あ、そうですね。やっぱ傷みますね、早く。早くね、傷む。乾燥しますね、やっぱ。葉っぱの裏に日が当たっちゃうんですよね、多分。そうですね。当たっちゃいけない部分ですよね。普段当たらない部分。部分ですね。そう。そういうテーマで、まあ、作ったんですけど、まあ、次に繋がればいいかなみたいな感じで。だけどやっぱちょっと発想が違って面白かったなと思います。うん、あ、本当ですか。ありがとうございます。どうですか、太田さん、どう思いました？塚田さんへの質問。はい。そうね。桜を見る会についてどう思いますか？桜を見る会は続けた方がいいんじゃないですか。もうそっとしといてあげた方が、ああいうのはあまりつつくもんじゃないかな。大人だな、大人。大人の世界にはね、桜を見る会なんかいくらでもありますからね。あれはもうつついちゃダメだと思いました。もうそっとしといてあげてください。じゃあちょっと脱線しました。普段外交メインでやられてて、こうやって造園っていう中にそれこそテイト放り込まれた、そこでなんか感じるものとか、まあスタッフのみんなも塚田さんのところいろいろと造園屋さんとこうわちゃわちゃすることがあんまりなかったと思うんですけど、今回のでなんかあったかなと。そうですね、すごい多分にあったのは見せ方ですね。平川さんのなんかはこう穴を覗いて見てみて、ものすごい世界が広がる。で、太田さんもすごい、なんだろう、あそこの場だけこう自然に生えてるような演出をしてたんですけど、ちょっと倒れちゃったりして、ちょっと倒れまあそれはあれなんですけど、杉本君ありがとう。それも自然の中ではあり得ることなんですけど、まあそうですね、いろんな面白い作品があっ
ったんですけど、うん、推薦が出てきたりとか、うんまあ、外交屋さんに近い造園屋さんもいたり、うんうんうんまあ、もちろんね、うん、元杉さんみたいにこう、うん、純粋にこう、うん、純和風のっていうのが作れたりとかっていうのは、うんまあ、見ててすごい新鮮でしたね。だからもううちの従業員も僕自身もすごい、うん、いい刺激になって頑張ろうって。やっぱあれですか、空間をトータル的にこう、まあ、外交でいろいろやると思うんですけど、うんうんはい、植木をもっと入れたいなとかそういう考えが働いたりとか。あ、働きましたね。で植木をもっと見せるために、うん、先生考えついてたのが今まではライティング下から照らすとか、うん、間接照明で照らすっていうのをやってたんですけど、うん、もっと他にいろいろ見せ方があるなっていうのは、うんまあ、思いましたね。ちょっと植物入ると全然変わりますからね、うん、全然違いますね。すごいですよね、うん、やつらマジで癒しの空間になるんで、うん、やっぱ人間は植物とはね切っては切れない、うん、硬いこと言っちゃった。いやいや、いいっすよ。もう一回言ってくれていいっすか。人間は植物とは切っては切れない、うん、そうですね、ですね、うん、だからやっぱ桜を見る会話してうまく落としたな。それは大事ですね、うん、はい。まあやっぱこう見てるところってとこも違うだろうし、うん、僕らと、うん、そうですね、うん、僕らもね塚田さんちのを見てて勉強させてもらうことももちろんあるし、まだまだ、うん、自分たちはね、うん、直線と曲線の違い、外交屋さんって直線が好きってイメージなんですよね。そうだね、と写金、造園屋さんってなんか妙に曲線なんとなくなんとなくなんとなくレベルよりメベルを大事にするよ。そうですね、うん、メベルはでもそう思いましたね。レベル大事ですね。僕らレベルばっか見てますけど、なんかこう数字的なゴールがない分、うん、そうですね、うん、遊べる部分はあると思うし、自分とお客さんが納得すれば、うん、ね、そこなんですよね、いいから、うん、結局外交って図面を起こしてその通りにやんないと合意はできないんですけど、太田さんとか武田さんとか、まあ他のね、あの庭師の人がやってる仕事っていうのは自分がやりたいことをやってお客さんにも喜ばれてっていうのがもう仕事としては理想的だなと思いましたね。うん、面白いですよね。面白いですね。もうだって初めに出した図面と全然変わっちゃうときないですか。あら、そうですよね、うん、もう リズム乗ってくるともう、そうですよね、図面にも見積もりもないと思うし、ボコボコ、そうですよね、そうですよね、見積もりはなんですけどね、うん、ないね、いい、いやだけどそういう人多いっすよね。多いっすね。終わらないっていうか終わらない、うん、もうどんどん重ねていくもんね、うん、まあだけどそこでね自分が納得できればいいんじゃないですか。そうですね、だからそういう世界を、うん、まあ僕もそうですけど、うん、うちの一緒に働いてくれてる従業員の人も見てすごい刺激されて、うん、あ、こういう世界もあるんだなって思って。なんかどうですか、僕ね、あの天空の壺庭の出店者の人間関係がすごくいいと思うんですよ。あ、すごくいいですね、うん、みんな仲いいし、うん、仲いいっていうかお互いを高め合う、そう、リスペクトし合ってるっていうのがすごく見えるし、ね、あの制作中の中の意見交換とかすごい貴重だと思うんですよ、うん、そうね、うん、だから僕はね天空の壺庭は確かにこう作品品一つ一つのクオリティももちろん高いし、うん、イベントとしてもね人それなりに集客できてるんですけど、うん、何が天空の壺庭の宝かって言ったら多分人間関係なんですよ。まあそうですね、うん、間違いないです、うん、そういうのって、はい、あのお互いがこうライバル視とか持ったりっていうことはないんですか。全然ないですね、あん中はすごいですよね、うん、独特かもしれない。他のほら業種の人って割とこう、うん、ライバル視を持ったりする、うんうん、そういうのがないないですね。競合ではないですよね、やっぱみんな考え方として、うん、やっぱ自分をもう学べる部分がたくさんあるんでね、そこにいて、うんうん、まあそれも独特なとこかもしれないですね、造園業はね、そうね、うん、それはあるね、うん、やっぱ自分の色が強いじゃないですか、みんな で、ね、でみんなね、うん、この石はあそこで売ってるよとか、
そうですね。この木は、そうそう、この木はあそこで手に入る。そうですよね。この半畜の配合はこうだよ。そうですよね。みんな教えますもんね。そうそうそう、半畜の配合まで教えちゃう、教えちゃう、教えちゃう。だってもうそれのネットワークが静岡だけじゃなくていろんな県にもあるじゃないですか。だからみんな教えてくれるんで。それは宝ですね。うん、ええ、本当そうですよ。誘ってよかったです。ありがとうございます。誘われてよかったです。いや嬉しいですね。だけどそういうふうに言ってもらえると本当に。うん、ありがたいです。まあ中にはね、造園屋さんでもそういう僕らとは全然考え方が違う人ももちろんいると思うんだけど。うん。うん、それはね、うん、やっぱ。いるよ。みんながみんなこうだったらおかしい、うん、そうですね。ね、だけどまあ静岡でこれやりだして、それでね、うん、京都でもああいうイベントがあってまた今後ね、ちょっと他の県でもまたああいうイベントが生まれそうなんでね、まあ、だからそういうスピリッツ持ってる人ってはたくさんいるってことですよね。そうですね、うん、嬉しいですね。嬉しいですね。毎月どっかで壺庭展になっちゃいますよ、これ。月替わりで。そうそう、月替わりで。全部行かなきゃあんないみたいな。今日は次みたいな。来月あっちね。そう。島には北海道とか。北海道は、塚田さん出張し、どこでも。近くまで行きましたよ、塚田さん慣れてる。どこでも出店できるし。新潟までは行きましたけど。新潟どんぐらいかかりました？新潟ね、6時間半ぐらいかかりました。うわー、すげえなそれ、うん、そんなもん。でもそんなもんですよ、うん、あ、北に1回ドーンって上がるようになったから。じゃなくて、北にドーンは1回上がらないです。奥地で、都内通って茨城通って、あ、長野の方から上がって、じゃんじゃないの。帰りは長野ですね。帰りは6時間もで行ったね。何年前、2年ぐらい前かな、うん、片山さんと拓磨2人でケットラで新潟旅行行ったんですケットラでですよ。ケットラで、ケットラで旅行行って2人で公園にテント張ってキャンプしたらしいですよやべえな、まあ、やべえっすよね。やべえぞケットラはやばいっすね。ケットラだってもうほぼくっついてるじゃないですか。もう6時間ぐらい、こう男同士で、うん、でタクマのうるさい、うわそうそうそう、あの効果音みたいな効果音すごいっすよね。そんなにかかるんだ6時間、うん、新潟何しに行ったんですか。新潟はね、フェンスの基礎をやってきましたね。大変だ、ね、誰でもいいのにね誰でもできちゃうみたいなだけどご指名ってことですよね、うん、そうですね、指名さえあれば、ね、それはすごいですよね。いや、ありがとうございます、うん、だから塚田さん、僕の仕事でいや森町だなんだって西の方言っても、うん、なんとも思ってもう全然とか近所近所近所すごい、ややもすれば歩いていけるんじゃないか、ま、江戸時代か江戸時代かっすよね、本当に森町までだったら何日前かかるぞみたいな江戸時代やったもらったそれがあのパンクしたチャリンコで来れ誰かみんなにパンクしたチャリンコは嫌です。前回片山さんそうでしたあ、そうそ う, そ う, そうパンクしたチャリンコでチャリンコ来たのはいいけどね息子のチャリパンクして次男坊のパンクしたチャリンコ来ましたね汗だくでパンクしてたし最高ですね。さあ、あの人持ってるんですよね、そういうとこ本当に。持ってますね。神が降りてるんですよね、笑いの。いや、普通もだってこうド忘れしてるってこともまあそうそうないじゃないですか。で、まあチャリンコで来るってこともないし、うん、なのにあの次男のチャリンコで来て、それがまたパンクしてるっていう。パンクしてるのにしっかり来てくれたっていうこの責任感がね素晴らしいですね。うん、わしゃわしゃ郵便局ですごい。あ、前回ですよね。そうそう、前回です、前回。帰り軽トラで来てたからさ、帰り送りますよ。いいよいいよ、近いから。え、チャリンコ行ったんですか。でも、いや、でも通り道だから牧野原、うん、いいですよってで乗せて、片山さんってどっか知らないけどね、なんか喋りながら帰って家着いたらまあまあ距離あるじゃんそんな距離まあまあ距離あってまたパンクしたチャリで帰る気だったんだとすごいっすよね、もうその辺が持ってるな、うん、片山さんめっちゃいい人ですよね、本当に人当たりがいいというか誰に誰でも寄ってくるんですよね、あの人に。そういう人いますね、うん、だって岡山さんね、あの木々の岡山さんもね、うん、
言ってたけど、やっぱ自分の子供が片山さんのところには自然に寄っていくと。あ、うちの子も片山さんのところ行くっすよね。あ、そう、うん、うちの家も片山さんと、うん、すごいっすね。うちの子も変えてこよう。おりゃおかしい、岡山さんの奥さんも片山さん推しめんすからね。何なんですかね。うちの嫁も片山さんと一夫多妻ですか。一夫多妻すげえな、片山さん好かれる。じゃあそろそろ行きますか、ゲスト、はい、あ、そうだね、ゲストね、うん、ちょっと一応念のためにもこれ決まらないとドキドキしてきちゃうんですよ、これ。そうですね、うん、時間があるっすね。誰だ誰 だ, 誰だ、ドキドキしちゃって。や、誰でもいいですよ、本当。携帯充電 10% しかない。マジっすかそれ。でこれからちょっとあの公衆電話まで行くとかそういうやつもあります。ああ、公衆電話って今あるんですか。いや知らないです。駅行けあんじゃないですか。お、早っ、かけちゃいましたよ。あれ、これあれになってるの、スピーカー。スピーカーっす。なんか出なそうな感じですね。出なそうだな。あ、サインは電話に出ることができません。ダメか、どうしようか。マキさん、そんな喜ばないでください、ね、そんなに一回ぐらい余裕っすから。もうじゃあどうしようかな。誰行きますか。誰行きましょう。2回目の人でも OK です。2回目の人、片山さんでも OK ですけどね。片山さん呼んでるよ。また自転車で。今度あのパンク直ってなかったりして、前輪も後輪もパンクさせてくれ。もうさせたく、前もくんだ。させちゃダメだ。それは軽犯罪。走ってくときズーズーズーって音がする。ズーズーズーって前回以上に汗だくで、もう前回以上。あった。じゃあこの人で。お、誰ですか。誰。望月さん。お、二回目の。だいぶ前半ですからね、出たの。出るかな。でも忙しそうですよね、みんな。お。あ、お疲れ様です。出た。お疲れ様です。お疲れ様です。そろそろ望月さん、二回目どうすかね。え、何がすか、何がすか。二回目ですか、ね。声枯れてね。声枯れてないですか。枯れてないっすよ。これ大丈夫ですか。風邪ひいてないですか。風邪ひいてないですよ。インフルエンザはかかりましたけど。あ、嘘、インフルエンザかかっちゃった。もう治ってるから大丈夫です。もう治ってます。じゃあもう治ってたらそろそろ2回目の2回目ってなんですか。2回目ってどういうことですか。ヤイズテレビに。え、ヤイズテレビに。分かっちゃった。分かっちゃった。びっくりしちゃった。僕だって2人しか知らないし、いやいやいや、登録してないんで。あれね、あの今ならあれですよ。これなんていうんですか。電電太鼓。電電太鼓ついてきますよ。え、ちょっと別にあの子供じゃないからいらないんですけど。いらない、いらない、うるさい。うるさい、うるさい。え、今やつ TV なんですか。今出てますよ。あら、見てないですか。あらららららら、すいません、普通にニュース見てました。あ、本当ですか。ニュース時事刻刻大切なんで。ニュース大事ですね。変わりますよ。はい、変わってください。お疲れです。お疲れ様です。ご無沙汰します。ご無沙汰。びっくりしました今。いや、そうそう、2回目どうかなと思ってね。いや、そういうパターンあるんですか。 あるだよ、前回からね。あの片山さんから始まった。嘘嘘嘘嘘、びっくりしちゃった。もう片山、全員行ってないですよね、まだ。全員行ってないけど、塚田さんが望月さんの話を聞きたいって言うからしょうがない。いや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 、なんか、いつですか。え、いつですか。1月6日。ああ、年始、あ、そういう感じですか。あ、年明けなら大丈夫でしょ。いや、びっくりした。年内パツパツでホットブリしてよって言おうと思って。年始は割と。1月6日、19時から。16、19時から。うん、もういいんですか、うん、全員切ないのに、私2回目行っちゃって。全然いい。来てくれるかな。いいと思う。あざーすー、カルネス。イエーイ。よかった、ありがとうございます。変わるの早くて。はい、変わるの早かったです。
持たないんで。あの充電ないんで。冷てえな。冷てえな。時間は。充電が 8% になっちゃって切ります。はい、お疲れ様です。はい、お願いします。はい、はい。おお、よかった。あげてきました。いやよかった。よかった。よかった。持ってよかった、よく持ってくれた、よく持ってくれた、うん、頑張った。いやーなかなかね、あのここのとこ順調だったんでね、実はね1回目でなかった時ちょっとドキドキしてたんですけど、よかったよかった、はい、これでもうほっこりしちゃいましたね、で先生喋れる、そうですね、うん、どうですか、望月さんどんなことあれですか、質問したいのあります？望月さんはそれこそ上手にあれなんですよね、うん、その造園部門と外交部門をなんかこう綺麗なベールで飾ってたもんで、うんうん、あの発想がどっから出るのか、うん、 そうですね、どっかで見たのの集合なのか、うん、それとも自分の頭の中にぽやぽや浮かんでくるのか、あれはね、あれだよね、なんていう、貼ってすごい綺麗に見えたじゃん、そうですね、あの時俺もすごいなと思ったんだけど、うん、あれ単なる関連者だからね、あすごいよね、あれ関連者なの、そうなんだ、俺すごいなと思った、それが、え、関連者だったの、ま、前の全然前、うん、前2番目っす、2番目、俺の逆っす、これ、うん、ああ関連者っすもん、これどれが関連者、このね、周りのベージュ、あ、そうなんだ、あ、すごいね、だから中で見てもすごいし、うん、遠巻きに見てもすごいしって、まあみんなすごいですけどね、これもあれですよ、うちの従業員の子感動してましたよ、本当ですか、嬉しいですね、うん、これもちょっとラピュタっぽいじゃないですか、でもそれで言われるんですけど、ラピュタって多分見たことないんですよ、見たことないですか、うん、あ、そっかそう、終わっちゃった、俺もないけど終わっちゃった、終わっちゃったそう、あのジブリもあったりラピュタもあったりで、うん、だから言われたんですよ、何人かラピュタとかって言われてたんだけど、 そのラピュタ感が分かんないんです、ね、それ、あ、じゃあ今から見てもらってもうそのために、そうですね、うん、さらに落とし込むために、そうですね、うん、で結構みんな個性が強いんでね、うん、強いですね、特に個性の強いものは作ろうとは思ってるんですけどね、うん、ここは好きなことできるんで、そうですね、それがやっぱ、うん、これもなかなか面白かったですね、これも面白かったですね、うん、ダイナミックな、ダイナミックス、ね、うん、まだ吉野くんも出てないですよ、ブルフ、俺、あ、出てないですか、うん、出てないです、出さないと、ね、そうだね、次はこの人、菅田さん何が得意ですか、僕と好きなの、何、料理、いや、仕事それ素晴らしいことなんですけど、すっごい器用なんだよね、あ、そうなんですか、何でもできちゃう、何でもできちゃうわ、ちょっと俺無理だなと思ったらすぐ料理は何が得意なんですか料理チャーハンですね、あ、男、ザ男っすね、大体男チャーハンって言うんですよね、俺チャーハンかピーマンの肉詰めしか作れないですから、うん、ピーマンの肉詰めって結構なんか急に家庭的に来ましたね、急に家庭的にもうロールキャベツ作ったら何がなんだか分かんなくない他にどうですか、なんかちょっと気に入った作品とかあります、あ、ね、僕がやっぱ感動したのはこれですね、今箱市ですか、そう、箱市、箱市家も出てくれなかったんですけど、箱市家もそれは、うん、箱ブームを作った男っすよね、確かに、あ、これそうですね、うん、中を覗くと、うん、この人は出てほしいな、あ、この人も出てほしいな誰か言わないけどね、誰か言わないですけど言わないけどね、この人出てほしいな、俺ちょっとた、ね、あのそうっす、ね、うん、ロケ行っちゃいますか、あ、いいね、うち行っちゃいますか、いいね、急に急に、うん、ロケ行っちゃいますか、逃げれない逃げれない、逃げ場を作らないまあ誰とは言わない、誰とは言わない、まあなんとなく多分分かってると思います、本人ももう出てない人も限られてるんだよね、いきそう、これはいいか、次次いいえ、これでダメですよ、僕のになっちゃう、でももうだいぶやりますからね、これもう何回目、今
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 回目やってますよ、もうこの番組すごいっすよね。目指せ何回？目指せ50っすね。あ、うん、50集しちゃう人が結構3人ぐらい、うん、片山さんとそうじゃなくて多分ね、もう多分この先ね50まで目指してたら多分片山さん5回ぐらい出ると思う。来る。そのうち車輪なくなっちゃう。そうそう、島にはサドルも外してる。強制的に立ちこぎ以外できねえみたいな。一輪車みたいな。またがって歩いてるだけですよね。ハンドル持ってきたみたいな。いやーもうちょっと今日あっという間でしたね、本当時間。あっという間ですね。盛り上がりましたね。うん、ありがとうございます。いやいや本当に楽しかったです今日も。今後はどういう展開をしていきますか。疲れた僕ですか。はい。今後は割と何も考えてないです。いつもそうなんですけど、うん、まあ楽しく過ごせればいいかな。うん、そうですね。楽しいのが一番。こんな感じの。そんな感じの。こんな感じの。こんな感じの。一人パーティー。一人パーティーね。一人桜を見るから。結局そこに行っちゃうの。結局そこに行っちゃうのね。そんな感じでいいんじゃないですか。じゃあちょっと塚田技研の桜を見る会ちょっと主催します、はい、あ、いいね、うん、なんかちょっと裏がある感じでわざとやって、そうですね、うん、面白そうですね、うん、なんかめっちゃ悪そうなやつらとか呼んで、めっちゃ悪そうなやつらちっちゃくなります、ね、喋んなくなる、はい、じゃあもうあっという間でした、はい、今回もありがとうございます、はい、次回はですね、あの12月30日の月曜日17時からなんですけれども、初僕一人でやってみます番組、今年の振り返りを、うん、まあこれチャレンジです僕が。いつもね、あのみんなに助けてもらってやってるんで、最後ちょっと締めぐらい一人でやってみようかなと思ってます。素晴らしい、素晴らしい。はい、でその後ですね、1月6日19時からネースの望月さんゲストでやらさせていただきます。はい、じゃあもうあっという間でした、今回もありがとうございました。メリークリスマス。メリークリスマス。西洋と江戸のコラボ。もう終わっていい。